疲れ様でした。お疲れ様でした。まず今日のラウンドを振り返ってお願いします。はい。やっぱりランザンってこうグリーンが小さいけれども、うん、こう距離があって、うん、こう上から攻めないといけないとは分かっていたんですけど、うん、ちょっとたまにこうドライバーが薄かったりするとセカンドが厳しくなってしまって、うん、でやっぱりグリーンも速かったので、うん、そこで噛み合わないとちょっといいスコアが出ないかなと思って、うん、今日はそれでちょっと打ったところがありました。まあ、今回あの女子ミッドで優勝されてあの出場されてると思うんですけども、あの翔太さんにとってこの日本女子山とはどんなものですか？あのやっぱり今ジュニア の、うん、あの女の子たちがどん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 強くなっていて、うん、その中で自分がこう身を置けて一緒に戦えるっていうことはとっても貴重な経験だと思うので、すっごく楽しみに来ていました。うん、実際今日はもう楽しく回れた感じですかね？そうですね、やっぱりいろいろ勉強しつつで、自分もこの緊張するこの場で最大限のパフォーマンスができるように、うん、どこまでいけるか、こう自分の挑戦でもあったのでしっかりできたと思います。うん、あの明日に向けてはあのどんなゴルフをしたいなど、ありますでしょうか？はい、今日良かったことも悪かったことも全部一回リセットして、で明日はちょっと天気が崩れるようなので、まあちょっとそれに見合ったあの打ち方だったり、その攻め方だったり自分でまた考え直して、あのがっつり攻めていきたいと思います。